江戸くん、じゃあ君には引き続きこの5万円と前回買った1万円5万貸すからボートしてきてよ。わしが求めてるのは前回のような爆撃じゃ。さらにこの6万をもと手に利益を上げてこい。合計6万円を元手にお金を増やしてきてもらうね。じゃあ、もちろん勝ったら乗り打ちね。これ、やめるって選択肢ないの？始まりました。相方の諸君から6万円を借りてボートレースをしてみたとね。はい、とりあえず無理やりあの鳥は私に6万円貸し付けてきたと。私はね、もう1万円勝ちで終わりでいいんじゃないかというふうにね、前回シト君に提案をしたんですけれどもね、あの鳥は見た目とは裏腹にかなり強欲でございます。はい、ちょっと今日はね、久しぶりに朝から、やってみたいと思います。そして小島にレース、まあ1、2頭ですね、計8000円、私入れさせてもらいました。ちょっとね、もうちょっと抑えても良かったかなと思うんですが、まあちょっとね、まあギリギリこれぐらいかなっていうラインで攻めてみました。はい。いやー、ただね、最近ね、もう予想しても全然当たんないんだよね。ちょっと負のループに陥ってて、ほんと。だからちょっとね、あんまり金額張りたくないんだけど、さあ、小島にレースどうなるか。当たったらそこそこ返ってくるような買い方をしてるから、4が怖いな、4が怖いな。で、あ、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、これもできたでしょ。よし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 、これ何来た、何来た、1345、1345、もう完璧じゃない。あー、もう完璧。これで綺麗に回って、お上手。そう。いやー、いいね。幸先いいわ。一発目で。いやー、これはいいね。いや、いいじゃないの。やっぱいいね。朝一一発目からこう的中すると。まあ、実はね、朝一、大野くん、大野義明選手が出てるレースがあって、まあちょっとそれ応援船券込みで3000円で買って、ちょっとそこからね、3000円マイナススタートではありますけど、まあ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 、そこはね、なかったことにして、はい、ダダ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 ンケシェーンというところで、何倍ついてるかな、35倍もついてるじゃないの、あなた。続きまして、トコナメ2レースと、こちらですね、私最近若手大注目のジンタンこと、山本仁太郎選手1号艇に乗っております。もうこの子ね、もう皆さん舐めてかかんない方がいいです。もう本当、今度別の動画でもね、紹介したいぐらいなんですけれども、この子超おすすめ。本当ね、間違いなく勝率3点台 B1 のね、選手の走りじゃない。本当間違いなくお金を連れてきてくれる子というところで、山本選手をね、仁丹を軸に勝ってみました。1、2差し5、1、5、2差しと、まあ1頭の、5軸っていう感じですね。まあ、とりあえず1逃げるのが大前提で、まあどうなることやらっていうところですけど、さあ行ってみましょう。まず仁丹絶対逃げてね、でその後5がうまく来るっていう感じだけど、どうだい、5いいよ、攻めて、綺麗に回れば入れる。これはちょっと厳しいかも、これはちょっと厳しいかも。ちょっとね、ここ怖かったからね、若干抑えめで買ったんだよね、ウルタ選手。あ、いけるよ、いける、そう、うち、え、いいね、そういうことよ。125持ってるよね。持ってる持ってる。ここね、確かちょっと怖かったから資金振り分けにしたんだよね、俺。だからどれが来ても、このレースに関してはほぼ同等の払い戻しを受けるんだけど、そう！ああ、もう完璧。ああ、いいですね。12でも、でもちょっと怖いな。そう、安心できるね。5号艇ではないんですよ、ウルタ選手。
翔平くん頑張って、逃げて逃げて、そう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 、よし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 、ジンタンいいよ、ジンタンはいい、ジンタンは分かってた、よし偉いぞジンタン、山本選手お上手、カメラそこじゃない、カメラそこじゃないんだよ。いやーちょっと浜名湖みたいにさ上下で出してほしいよね。あーよし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 、やっぱちょっと怖えな、ちょっと怖えんだよな。あでもまあさすがにこんだけ開ければ、よしこれ俺いくら入れてたっけな、振り分けで2900円ですね。2900円入ってるんで、あとは何倍かってとこなんですが、確か10倍ぐらいあったから3万ぐらい返ってくるはず。よし、ダダダダダン、決勝 OK、 いいじゃん、2連続的中。あれ俺うまいんじゃね、ボートレース、ボートレース簡単だな。5万円今プラスです。やめようと思うんですが、どれほどの利益が欲しいのでしょうか、パトロン様。10万。イエーイ。戸田8レースと続いて、てかマジでやっちゃったよ本当に。もうとうとうこのレースで軍資金がですね、残り6万円割りました。てかプラス分全部溶かしました。さすがにこんだけ負けてると1頭からなんか買ってらんないっていうところで、もうね私穴狙い行きました。もう4のね、もうスタート一発、もう二の身のね、スタート一発ですよ。かなりオッズがついていました。はい。なので私の買い目は、4-5、4-5、6-0みたいな買い方ですね。ただまあちょっとさまくり想定なんで、3はもういらっしゃらないっていうところで3の35は切って合計8500円というふうにやってみました。もう雨すげえな、もう今日どこもね天候が悪いけれど、さあ二の身どうなる、いいんじゃない、いいじゃないの、そうまくれ、よしまくれ、二がちょっと邪魔、綺麗にそうダメ、6、カマン、カマン、セク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 、ゴー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 、よし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 、これ来たらそこそこ帰ってくる、てかむしろ結構戻ってくるよ。え、4-5、4-5、6-0、もう完璧、そう、で、6、いやー、よし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 、握って握った分、よし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 、そう完璧、俺、いやー、いやー、しびれる、しびれ、しびれる、やめて、6が怖い、やめて、いやいやいや、もうやばい、やばいって、64まで64、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、二宮、二宮頑張れる、いやあなただったらいける、そうボートレースはね先に走ってる人が有利、綺麗に回れば、そう、いや怖いな怖いな、腕はダンチレベチで6なんだよ、あとはもうこのあと2回、あと2回だよね、もう終わって、もう終われ、もう終われ、そう、ちょっとお願いお願い、もう怖がらせないで、早く安心させて、安心して安心して、もう怖い、やめて、これはやばいよやばいよ、お願い、あと1個あと1個あと1個ミスしなければ、二の身か、ほんと頼む、いや膨らしすぎだって、ダメ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 、ゴーゴーゴー、やばいやばいやばい、やばいやばい、どっちどっち、よしぶんでー
またちょっと軍資金が少なくなってきました。はい、またね、てか元に戻りつつあります。6万円、まあまあプラマイゼロラインではあるんですけど、でもね、ラチが開かないなと思って、これだともうだって私ね、今ねもう20レースぐらいやってんのよ今日で、もうちょっとこれラチが開かないなっていうところになったんで、ちょっと勝負レースにしました。この常滑10レース。準優勝戦日で、まあこれ準優勝戦1本目なんですけど、で、さっき、常滑2レースやった時、仁丹、山本仁太郎選手が、5号艇出てるんで、もう僕ね、最近この若手の中で仁丹もうゴリ押しなんで、ちょっとね、仁丹にもうほぼオールインみたいな。買い目としては1,2,5,前1,2,前5,5,前前、計36,000円です。はい、もう一気に掛け金開けました。もうね、ジンタンがもう 2,3 着1着みたいな感じだったらほぼ当たり。本当はね、前後前前前後みたいなのも買いたかったんですけど、それやるとちょっとほら、さすがにボートレース YouTuber やってる身として、そんな思考停止船券をね買えないなっていうところで、まあね、ちょっと多少絞らせてもらったんだけど、もう完全にね、もうジンタン頼みだよ。本当にお願い。スタートする人揃ったな。5頭はもうない。2、3着。1か2が。いけ！ちょっとポジション悪くないかい。ジンターン。なんとかできない。そっから。ぐいーっと伸びて。2、3着。2、3着だったら当たり。5が2、3着。てか4が絡んできたしさ、あーこれは、あーあーやってもうた、あーあーもうなんか撤収回転時みたいになってるし、これ124123どっち、あーあーもうやっちゃったー、ジンタ、でもジンタン俺はし、あージンタン頑張れ、もう無理だよ、無理、もう無理だねこれは、あーやっちゃった、ここじゃなかったかー、ジンタン。さあ勝負です。まあ、全部勝負レースなんですけど、玉川11レース。もう間に合わなくなってきてます。本当は1頭買おうかなと思ったんですけど、もう残り2万円とか1万円とかなってくるとね、もうそんなね、1頭とか買ってらんないっすね。もうだから私、もう5号艇、佐藤翼選手信頼で、もう結構ね、やれてます。もう佐藤翼選手、ゴンサツ。っていうかね、佐藤翼選手やっぱね、結婚してから、南選手と結婚してからやっぱね、完全に上向き。だから多分ね、すごく調子いいと思う、佐藤選手。やっぱね、気合入ってると思う。やっぱいい嫁さんもらうと。アスリート、まあ男ってね、こうやっぱいい嫁さんもらうとね、やっぱ運気上がるから、そういうのをね、いろいろオカルトとかのそういうのはね、みんな言わないんでね。もう俺そういうの信じてるから。さあ、もう5だよ。5頭しか持ってないよ、俺。さあ、いいね。4が攻めての、あ、穴がある、よし、あ、やばい、6はやばい、6はやばい、6は頭か、頑張れ頑張れ、翼頑張れ、翼頑張れ、翼頑張れ、残せ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 、かけろ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 、翼本当にお願い、残り1万円しかないの、私11万あったのに、翼、そう、よし、翼、翼ナイス翼よくやった、56、俺56買ったよね、翼綺麗にいったんよ、やば、翼はそんなミスしない、そう、いや、そう、75倍、やったね、これは素晴らしい、俺確か1000以上入れてた、さすが、もう翼最高だわ、もうレッドブルも飲む、もう進むわこれ、はい、でで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 、ダンクシー。
こちら玉川12レース、もう勝っても負けてもこれがラストと。さすがにだって私ね、今日何レースやった、もう30レースぐらいやったんですよ。でね、もう30レースもやって、むしろプラス、まあプラマイゼロぐらいプラスに終わらせれてる時点でもすごいと思ってるんですけど、とりあえずやれることはやった。そして私は一回やめようと思ったけど、しとくんがね10万って言うからね、続行しちゃったけどね、もうあんな、続行しろって言った人が悪いんだから。はい、ということで、私の回目はもう26頭の1前みたいな感じですね。まあ桐生選手あたりを軸には勝ってみましたが、さてどうなることやらと。さあ2か6頭、あ3繰りだ、これあんじゃない、展開的に2とか悪くないよ。どうする、刺さったね。これ順平ちゃん先間じゃない？あらら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 。ららスクビドゥビドゥ。これはね、しまったね。もうちょっとかければよかったな。っていうのもちょっとね、あのプラスが残るように、うわっ40倍もついてる615、いや持ってるんだけどさ、しまったー。まあ26126全で買ったけど、あーしまったー。ここね何枚ぐらいだろう、そんなね10枚とか入れてないんだよね、ここ。うわー、まあ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 、でもとりあえずね勝っただけでもよしとしましょうや。はい、ドドドドドドン、おだんけしえんと。はい、お疲れエイドくん。で、あれからどれだけ勝った？16,450円プラス。何減らしとんじゃー。え、いや、あ、いや、まだ、まだプラスだし、前回と合わせたら3万円近くプラスだよ。わしは爆益を求めておるんじゃ。出直してこい。ああ